ミカン族は、ムクロジモクミカン科の族である。学名、シトラス。ウンシュウミカン、ナツミカン、ユズなどがこの族に属する。俗名は、ラテン語でシトロンを意味するシトラスに由来。米国のウォルター・テニソン・スウィングルは、ミカン族に16の種しか見出さなかった。しかしスウィングルに指示した、日本の柑橘類の権威は、自然界からの標本採取ではなく、 元来栽培種として育てられてきた種類に着眼し、それらを分類学者が種として発表することを可能とする、コートの制度を提唱した。その結果、田中調査郎は長年の研究により、未完族を細かく160前後の種に分類した。ところが、現在の研究では、一般的に新生の種と認められておらず、ほぼ後輩雑種、品種だとみなされている。 例えば、田中による、シュシトラス・クレメンティナ法と、エクス・田中は、実は、後輩シュシトラス・クレメンティナとされている。近年の遺伝子型、表現系を比較した研究では、未完族の原子は、わずか4種程度とされており、つまりそれ以外はほとんど雑種であるというのが、一般結論である。分類学で、田中調査部ーのように細かく種を分ける学者は、スプリッター。 スウィングルのように種の定義を広く取る学者は、ランパーと言われる。調サブローの仕分けシステムは、分類学上の有効性がなくとも、特に日本の多くの品種を分類化するのに、便宜性があり、抗未成分、栽培論などでは未だに用い出される例もあるようだが、遺伝子的な近似を比較した研究では、調サブローの分類したと同じグループ化を、していないという結果も出ている。ありがとうございます。